本動画では溶接や機械加工の時のような直線や曲線をロボットにたどらせたいという時に、その直線や曲線を外部で作成しておいて、それをインポートする方法についてご説明します。まずは、ロボットを取り込んでいきます。ロボ DK のライブラリーから、今回はこの JAKA というものを使いたいと思います。JAKA と、あとは溶接でよく使うので、このウェルディングガンを取り付けておきます。ここから直線を作成します。直線の作成の仕方はこんな感じになります。メモ帳で、XYZ の位置と、あとはベクトルの IJK の向きを指定します。これを原点で、上向きを示しています。で、そこから、0の Y 方向に線ミリいったところにポイントを次に作ると。向きに関しては同じで、そこから X 方向に線ミリいったところ、この3点をたどるような直線を作成するというのをメモ帳で事前にテキスト形式で作成しておきます。で、この形式を読み込みます。ユーティリティの中から曲線をインポートというところで、このテキストを読み込みます。これを開くと、これがさっき作成したポイントデータになります。00から、Y 方向に1000ミリ、X 方向に1000ミリいった位置になります。で、あとはカーブフォロープロジェクトを使用するので、このフレームの中に入れて、フレームの位置を合わせます。このままだと追従ができないので、位置をこのように合わせます。こうですね。で、曲線をたどるプロジェクトで曲線を選択すると、こんな感じで、向きも指定して完了と。で、更新してシミュレートってやると、先ほど作成したデータをもとに、このようにロボットを動かすということができます。あと、編集したい時に関しては、例えばこれを500の位置にしたいとなると、これ500にして、保存します。で、今回これはいらないので消して、ユーティリティから曲線インポートで、さっきのもの、上書きしたものをこれ取り込みます。すると、こんなふうに変更されたものが取り込まれるので、これフレーム2に入れます。あとは追従する位置をちょっと変更しておきます。位置的にちょっと厳しくなる可能性があるので、して、曲線選択でこの曲線を選択するというふうにして、更新してシミュレートすると、さっき変更したものに対してこのように曲線をたどるということができます。このように外部で直接数字を指定したものを作って曲線をたどらせるということも実現することができます。以上です。